はい、こんにちは、たぬきかテレビショッピングの時間です。今日ご紹介するのは、あの皆さんが待ってた胸っこね、新型の遺跡最有機 KGR600KUH 登場です。このねミニコーン機械のもうまさにジムって言われてるんですよ。もう誰でも使えるこのねミニコーン機、そしてパワーがあって、さあ早速紹介しますよ。まあとにかく簡単なのがこの胸っこ、はい、川崎の 5.9 馬力ね、かかり抜群、そしてこの操作性抜群、かわいいデザインね、この赤と白、この遺跡だけどあえて赤と白、これはまあノーマルを意味していると言ってもいいでしょう。でもこれから皆さんが見ていただくところはノーマルじゃないですよ。カラッカラに乾いてますね、熱い。じゃあね、さらにねちょっとこれ実験でこの消石灰をちょっとね今回撒いてみます。じゃ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 、これはですね、あのまあ土壌改良でね、酸性土壌をね、まあ、アルカリから中性ね、こう調整する意味もあります。はい、それとちょっと今日はこのカラッカラのこの土、これを湿ったいい黒い土にね、まあ、極力黒い土に、まあ、茶色くな土にしてみたいなと。はい、楽なのがこのうねっこの、新うねっこの特徴。はい、これいいですか。はい、これ低速、今低速です。こっからコーン、回転少し上げましょう。はい、見てください、このおこしっぷり。ああ、本当に黒っぽい土になってきたぞ。そして今あの白かった石灰たちは見事に土の下に反転、くるっと反転です、反転してしまった土の中に、おっと危ない、反転。はい、小回りも抜群です。この抜群の小回り、皆さん、そうなんです、この KGR600KUH ジムのように誰でも使えると言われているこのゆえんはルールが楽だね。これ起こしながら、起こしながらのこの旋回、本当は良くないんだけど、でもできちゃう。だから誰でも軽く、女性の力のない人でも軽くできるんですね。はい、このぐらいの速度だったらついていけるでしょう。はい、見事に今土は黒くなっていきます。焦げ茶色ね、落ち着きブラウンの方向に落ち着いて、このところもはい回っちゃう、回っちゃう、落ち着いております。本当に楽々、誰でも今季初めての人でもできます。はい、どん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 ね、おーっとこんなに入ってきます。この時にハンドルが上がりますね、ハンドルの調整もワンタッチね。はい、皆さん、これ結構硬い土なんです。小布施町に石の町と言われてますね、栗の町だけど石もある。はい、その時にここ見てください、この爪が、ちょっと見てください、変天こりんでしょこの爪ね。はい、これこの葉爪って言われてます。この葉の形、葉っぱみたいになってるでしょ、こっちも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 高温爪なんですね。今はこう回転してます、晴天、晴天です。そして逆転もできます。はい、どっちもできるんです。そしてここ見てください、ボルトをダブルで止めてあるから石が当たった時に緩みにくい、割れにくい、ここの元のところが太いですから、そう簡単に緩まないね、ガタが出にくいですね。はい、非常に硬い土に、粘土質や硬い石等の土壌に強い
高温機になります。はい、こっからが本番です。この機械、うねっこ、このうねっこの最大の特徴、皆さんもなんとなくわかるはずです。そう、はい、カバーウィングシステムね。これがウィングのように翼開いてウィングスです。今度はうね立て、うね立てです。はい、ちなみにここでちょっとバックもします。バックの時は、はい、歯回ってないです。危なくない、バックしても大丈夫。はい、さあうね立てしますよ。はい、回転は少し、ね、しっかり上げましょう。うわー、来た。今歯が逆転してます。逆転ね、リバース。このビームスプレー、この歯ガンは見事に今逆転しているんです。逆転して、はい、これ誰でも綺麗な、まるでプロがやったようなうね立てがワンタッチでできるね。はい、そしてここで旋回、この旋回が楽、この楽ですね。はいはい、ここからです。自由気ままな野生児のように動いていたこの最有機うねっこ、ここでデフを固定しましょう。デフ固定レバー、はい、これを入れることによってうね今度はまっすぐです。もうぶれません。ストレートスタイル、直球勝負です。はい、このうねが上下を測ったようにまっすぐ、もう動かない。ここから私動かないの、あなたのことが好きになったのよと、ええ、まあ、こういうことなんですね。ざっくり言うと40センチぐらいの骨はパスッと立っちゃったって感じですね。サクッと立っちゃった。土をもっと上げたいというお客様は、はい、これをちょっと上げましょう。そうすると、で、深くしましょう。ここまでしましょう。そうするとかなり深くなります。はい、相当深いですよ、相当。これも60センチ級の船が今立とうとします。ガンガン掘ってますよ、これ皆さん、ね、これ女性でもこれだけのゲートがこのうねっこを使えばできるんです。そしてこのイケメン、ね、顔かっこいいじゃないですか。昔のうねっここんな感じです、ね、かくばってた、かわいい、まるまるまるですよ、ね、すごいな、意外とやる、うねっこ、新うねっこ、侮れんぞ。あ、ちょっとバックしてきました。バックの時は歯は回りません。あー、でもどうしよう、止めてください。この緊急安全スイッチで安心ですね。パシッと、はい、このうねっこ、これがねノーマルだから買いやすいんですよ。このあとお値段発表です。はい、皆さん見ましたね、このうねっこ、そしてこのコノハズメ、ハート型のこのうね、もう皆さんのところに行くよ行く行く、19万円ね。そしてプレゼントもついてきました。0120-413-883、よえみパパさんにお電話です。また棚北ショッピング見てくださいね。よろしくお願いします。ピンポーン、はい、赤いスイートピー。